こんばんは。あ、誰の声だろう。誰でしょう。今日一緒にお泊まりするの。こんばんは。正解はリオツンだよ。リオツンと同部屋です。今日は一泊して帰る、東京で。こんばんは、ツッツン。あ、眠たい。眠いね。激眠や。こんばんは。明日もペリングアグとか早く寝るんだよ。いや、そうなんよね。明日も続けてだ。早く寝る。でもそんなに明日早くないから集合。いっぱい寝ます。めっちゃ寝る。今日ね、めっちゃ寝てるの。新幹線の中でもずっと寝とったし。ずっと寝たよね。新幹線の中でもほぼ寝とった。東京着くまで。私、そのオープニングに出演して自分たちの本番まで3時間か4時間弱ぐらいあったんですよ。その間もね、眠たくって机に伏せてずっと寝てた。やばい、今日眠気が。ありがとう。え、麺類食べたよ。うどんにした。うどんにしました。麺類フェス楽しかった。めっちゃ嬉しい。え、そう、先輩とフェス、うん、先輩とフェスも久しぶりだったかも。結構フェス出るの、公演とかは花だれとかであったりしたけど、私六本木でフェスもちょうど1年ぶりぐらいでした。オール、やばい。あ、させれる。させれるね。こっち、今いいよ。いける。ごめん。そう、鳥だったけ。そう、朝も早かったけんね、今日。そう、鳥だって待つ時間そんな長かった。すごっ、何これ。待って、つくそう。え、何これ。あ、ありがとう。すごい。え、2万タワー、すごっ。めっちゃすごかった。ありがとう、天使、くもちゃんの天使タワー、ありがとう。ダブルタワー、嬉しい。ありがとう。またまた。ウェルカムバックとしてると、アイビージャンクションのメンバーに会えましたか。会えたよ。うん。あのね、そう、そのみんなが、ウェルカムバックと終わって、袖にはけてきた時に、自分たちはちょうど袖に待機してたから、会って、久しぶりってできたけど、ゆっくりお話ししたり写真とかは撮れなかったんだよね、今日。でも、会えた。会って、頑張ってねって話できた。そう、そのアイビージャンクション、ジャンクションに、アクターズの時に一緒だったね。この3人いるんです。こんばんは。ギロッポン。フェス楽しかった。うん。こんばんは。スタンディングで腰がバキバキ。え、そうだよね、絶対。だって、イベント自体3時から7、8、5時間ぐらいあったもん。今日のフェス。確かに。ゆっくり遊んで、もう、ほんとに。そうだよね、スタンディングだったから。もう、寝る気満々じゃん。布団の、おやすみ。布団の中も入ってしまった、りょうさんが。こんばんは。6時間立ちっぱなしのわず食わず。え、そうだったの。え、でもそっか、出れないもんね、あそこ。ね。もう一回出ちゃったら、ね、席がというか、あれね、立つ場所がなくなっちゃうようなぐらいめっちゃいっぱいいっぱいだったもんね。パンパンでしたね、今日。そっか、お腹すいたじゃろ。し、疲れたじゃろ、絶対。ゆっくりして。こんばんは。ねえ、明日、そうだよ、明日の
ラストオープニング、そうなんよね、ラストオープニングと楽しむ、なんかそんな感じ全然まだせんけど、悲しい、悲しいね、時間もかんあんまり、頑張ります、オープニングアクト、ありがとうね、イベント今日嬉しい。あずみがサングラスデーズの片足立ちでふらついたのがついました。え、見られた？バレてないと思った、それね、フラフラってしちゃった、そこ、え、そう、今日ね、花の衣装着たんですよ、花柄衣装なんて、フラワー衣装か、今日の衣装はフラワー衣装で、あれの黄色初めて着た、可愛かった、黄色のフラワー衣装、うん、え、前髪伸びるの早い、え、思った、もう目にかかってる。いや早いんよ、でもメイクさんにも言われた、最近髪の毛伸びるの早いねって言って、後ろ髪も前髪も早い、伸びるの、伸びる人変態なんで、うわっ、あ、なんか言われた。あ、なんか言われた。おお、やばい、いじられるわ、そんなファンの人の前で言ったら。変態じゃないですからね、変態じゃないですから、こんばんは、リアルお話会ありがとう、追加で注文嬉しい、そう、今回5時受付がね、明日の1時までなので、皆さんお話し会待ってます、明日の1時までです、お話し会も待ってるね、恋するポーチング機踊るの初めてだった、うん、今日の画像いっぱい見せてもらって、あずちゃんかわいい、ほんとよかった、そうね、あの、亀子タイムありというか、亀子タイムありのステージ久しぶりだったかもしれん、ありがとう、言いたかったことりょうちゃんが言ってくれた、ねえ最悪。マジでねえ、ほんまにりょうちゃんもそんな言葉使っちゃいけんよ、ほんとに、まだ僕も伸びるの早いぞ。変態ですね、みんな変態。やばい、みんな変態だ、え、りょうちゃんも伸びるの早いけどね、だってりょう前髪が早い。じゃあ変態じゃん、みんなじゃん、みんな変態じゃん、みんな変態だわ。え、写真見たよ、写真頑張って写真撮った、見た、嬉しかった、ツイッター X か、嬉しかった、いいショット、お、決済も大事、忘れないように、ありがとう、あずみの帰国の好きなところの振りのファンになりました、え、嬉しい、え、写真載せてくれてたよね、見た、今さっき、国さん、この瞬間、嬉しい、あそこでも自分もちょっとポイント。ポイントです、あ、ベストあずみのサインボールゲットしました、え、嬉しい、よかった、さんのものに元に届いたんですね、私のサインボール、初サインボールだよ、あれ嬉しい、受け取ってくれてありがとう、運命です、運命泣いて、私の初めて受け取ってくれたから、初サインボール投げだった、楽しかった、めっちゃ、でも思った以上に全然飛ばなかったです、サインボールね。めっちゃ目の前で落ちてった、ボールが全然落ちなかった、そう、初サインボール、何メートル、え、何メートル、1メートル、2メートル、わかんない、そんぐらいしか飛ばんかった、そう、さこさん、さこのボールがね、え、ひめたんさんのボールめっちゃ飛んでたの、カラーズの時は何投げてたっけ、カラーズの時はタオル投げたけど、あのタオルも全然飛ばんかった。飛ばすの下手なんかもしれん、あと、ありがとう、ありがとう、体調気をつけて、ありがとう、前の方だったんで取れました、大事にします、お、嬉しい、大事にしてください。大事にしてね、嬉しい、配信で言いに来てくれてありがとう、
あれだね、でも全国ツアーで先輩方サインボール投げてますよね、全国ツアーの。投球の練習の日々が始まるいつかのサインボールに向けて。いや本当に全然遠くの人まで届かないっていう。でも2階席とかさ投げてみたいけどな。2階席に届いた人とかいるのかな、かつてアイドルの中で。結構じゃない、野球選手でも。野球選手は届くか。でも軽いボールだからいけるのかな、頑張ったら。キャッチボール一緒に練習しようってめっちゃ苦手な私、球技が苦手。ボールとか球技系あんまり得意じゃないから。キャッチボールもソフトボール投げとかハンドボール投げめっちゃ弱ね。先輩投げてる。今日はリオツンとオルせんのオルする眠いリオツン眠いすっかり自分も眠いわ。成長期なので今日しっかり寝ます、二人で。こんばんは。アズリのボールのぶつけられたい、ぶつけられない。いやすごい欲が欲がねえ。ハーキョンかわいい、ありがとう、嬉しいこんばんは。あそこの2階席は無理でしょ。いや今日の2階席は本当に無理、絶対絶対に無理だと思う。めっちゃね、絶対に、いやちょっと2階席まで行けるかなって一瞬思ったけど無理だった。サインボールね、確かにやっぱり前の方がねには届きやすいよな、やっぱりサインボールは。始球式、始球式とかでも憧れる、めっちゃ、うん、手がちっちゃい人、あ、不利なんだ。じゃあダメだ、自分手ちっちゃいもん、ちっちゃい声、そう、声めっちゃ短い、爪もちっちゃい。ココア先輩3階席まで届いたらしいです。マジで3階席本当嘘じゃろそれどういう会場の3階席まで届いた本当にすごすぎる、ココラさんさすがすぎる、本当にすごい。握力自分めっちゃ激弱だよ、20あるかないかぐらい。ゆうちゃんあるよね、強いね。うんうん、やばいあれ自己紹介危ない危ないいつかご両方が消えるかもしれないえ、目の虜になってる、嬉しい。お目目大好き。サインボール手渡しとかあった？手渡し？すごい、もう投げるすらも投げないんだ。横浜の坂田サインで満足しました。あ、まあ、あれレアだもん、だって結構レアだよ、坂田サイン2枚、3枚ぐらいしか書いてないから。レアだ、やっぱりレア受け取れるこんばんは。リエチが声が短いから比べてみて。あ、そうなの、比べてみよう。リエチ長そうでも、リエチ小指長そうな見た目してる。小指なんか長そうだね小指、手がスラッとしてそうスポーツテストハンドボールだけあったけど、もう全然もう激弱でした。でもなんかアイドルやってていつかやりたい、叶えたいのはトロッコに乗ることです。ああいう大きいコンサートのトロッコに乗ってみたい。サインボールも夢だった、今日叶ったサインボールサインボール投げるも密かな夢で今日叶った。
て、あとはトロッコに乗ってみたい。いつか叶いたいな。憧れるよね。初めてリョウツめっちゃ大人。いや、アズミンだから。なんで、アズミンだわ。アズミン大人だわ。うん、本当に大人。そこ心証明、二十歳だから。トロッコ。あ、ゴンドラ？ゴンドラとも言うのかな？トロッコ、ゴンドラどっち言ってんだろう。ユニさん卒婚？でも多分先輩方とかは乗りそうだけど、まだ乗ったりとかできない気もするんだよね。ね、トロッコ。ステージの下からドーンって出るやつ。めっちゃやりたいそれ。それも夢。それも夢です。ステージの下からドーンってジャンプして出てくるやつ、うん、あと これは結構叶いづらい夢だけど、あのね、飛んでみたい。吊るされて宙に浮くやつ、やってみたい。飛んで空中で痛い空中で飛びながらシュッシュッ。あ、え、今日の会場の中にゴリゴリバーガーってゴリラの絵のバーガー屋さんがあったこと報告します。だってリオツン、リオツン店長リオツンゴリゴリバーガーの店長スカイダイビングも行ってみたいけど、そう、ハーネスつけて、そう、宙を舞うやつ、ワイヤーみたいな、ハーネスみたいなのつけて宙を舞うやつやってみたいです。大きい会場で。気球に乗るのも楽しい。楽しそう。気球、それあるよね、そういう演出、ドーム気球。うん、高いとこはね、結構大丈夫、結構大丈夫な人です。ピーターパンのミュージカルとか合いそう。本当？でもあれだね、高畑充希さんとかやられてたやつだね、ピーターパンのミュージカルって。やってみたいな。あれ飛ぶよね、そのミュージカルのやつの中でピーターパン役の人が飛ぶ、飛ぶ演出あるよね、ワイヤーで。リオツンじゃん全然気づかんかったハートありがとう、岡村リオさんねえ、横におるのに配信見てくれとる、しかもギフトまで結婚してありがとう。気球あるよね、気球演出。こんばんは。ね、高畑充希さん、やっと、あんな出た。野生の蛇の動画撮ったけど見たい。え、何それ。見せてじゃあ気になるな、どんなの。そんなすごいね、そのヘビがいたの、野生に。すごでもなんか、いいんじゃない、運気良さそう。ヘビってヘビの抜け殻財布の中入れると運気アップするんでしょとか、悪くない。ヘビってなんかいいことが起きるんじゃないの、野生のヘビ見れたって。飛んでるアズミを下から見たい。それは変態それは変態です。白蛇、白蛇めっちゃ運気すごそう。白蛇、おお、深い。今日の夜ご飯はうどんにした、コンビニのうどんと、モンブラン食べた、デザート、食後のデザートモンブラン。メールできたあの昼ご飯は何だったの？メール、あれはなんかそのフェスの方がお弁当を用意してくださってて、
めっちゃ美味しかった、ね、めっちゃ美味しかったねあれね。やばかったよ。あ、なんなんだろう。でもなんかさ、うん、言葉にできんくない？見た目を見た目はさ、うん、パッと見なんだこれってなるけど、うん、食べたらめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しかった。チャーシュー丼、うん、なんかな、なんかご飯にかかっとるソースみたいな。美味しかった、うん、チャーシューも美味しかった。あ、花丸のうどんだった。え、いいな、花丸丼いいな。食べたくなる定期的に。脱皮した厚みの皮もご利益あるとか。いやいや、ないわ。ないし脱皮できんやだ、脱皮した厚みの皮持ち歩かんで。そう、昼の調子。え、みんな、あ、メンバーさんみんな言ってたんだ、メールで。え、そう、絶賛。いや、ほんと。でも楽屋でも先輩方もすごかった。あの、美味しい美味しいって言いながらみんな食べてましたよ。美味しかった。でもめっちゃ美味しかった。ない、ラーメン丼なんかな。あ、でもなんかメンマも乗ってた。メンマ、メンマとネギと卵も乗ってた。海苔もあった。あ、海苔もあった。ゆで卵、確かラーメンだわ、そう言われると、うん、ラーメン丼ってやつなんかな。ラーメン丼、え、ラーメン丼っていうもの自体初めて食べたんけど、普通にあるの有名なの？ラーメン丼って。ラーメン丼自体初めて食べた。はぁ、うん、ラーメンの麺がご飯みたいな。あ、あ、うん、そうそうそう、そうかも。汁がなくなってラーメンの麺がご飯になってるみたいな感じ。味はね、うん、味はそんな感じ。美味しかった。東京名物とかってこと？横浜、横浜、こっちの関東名物ご飯なのかな。ねえ、変わってるよね。うん、はい、はあ、うん、よし、じゃあそろそろ団長を読もうかな。団長を読みます。13位、そして1位はドゥル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 パン。さん、ありがとう。ありがとう。タワーありがとうございます。ありがとうね。あれ、待っててください。ありがとう。じゃあ明日はオープニングアクトです。はあ、オープニングアクト、最後のオープニングアクトだ。頑張ってくる、楽しんできます。最後のオープニングアクト、配信でも見てね、DMM。見てください。ありがとう。頑張る。バイバイ。バイバイ。バイバイ。リオツンとしっかり休みます。ありがとう。リオツンも頑張ってね。だって。頑張るよ。じゃあ、ねえねあずみんどうやります。せーのって言ったら、ねえねあずみんって言ってください。いきまーす。せーの、ねえねえ、おすみなーにー。